都市化神社は、愛知県豊川市にある神社。式内商社、三河国一宮。旧社格は、国平商社で、現在は、神社本庁の別表神社。東海地方の総鎮守として数形される。本宮山の山頂に、奥宮、山徳に里宮が鎮座する。祭神は次の一柱。本宮山社記の、三河国一宮都市課、大暴殺後演技では、 大宝年間に、文武天皇の時に、天皇の病を鎮めるための直使として、草加時美信が派遣され、本茂山の神を迎えて、里宮が創建されたとする。現在も、都市下神社奥宮が鎮座する、本宮山は、東三河地方では、中心的な古法であり、山中には岩倉、山六には古墳群の分布が知られることから、古代から、 山自体を御神体として信仰する山岳信仰の対象であったと考えられている。また上記伝承に見える草加都市は都市化神社の旧社化で、同市は捕別の光栄と伝えることから、かつて当時一体を治めたとされる保国像により放祭されたと推測する説がある。国史では都市鏡の神界が過少三年に十五位した、忍受元年に十五位上。 上岸6年に生後位した上岸12年に生後医上、上岸18年に14以上に少女されたと見える。歌唱3年上以外は、いずれの記事でも治流神と併記され、六国終了時点の神海は、三河国内では治流神と共に最高位になる。延長5年成立の演技式神明帳では、三河国宝養軍に都市化神社と記載され、 式内社に列している。また、三河国内新名町では、小一くらいと市大名人と記載されている。中世以降は、三河国一の宮として尊崇されたの訴状。戦国時代の永六年間には、付近に徳川家康の命を受けた本田信都が、一の宮取を構えて、今川軍に包囲されたが、家康が山目勢で救援に駆けつけて、 大勢の今川軍を蹴散らし、都市化神社に祝神したとも伝わる。また、慶長7年には、家康より、主院領として、桃石の寄進を受けた。明治維新後、明治4年には、近代社格制度において、国平商社に列した。戦後は、神社本庁の別表神社に列している。所在地交通アクセス。ありがとうございます。